あのギフティッド教育っていうのは僕は大いに結構なことだと思っているんですけれども、ただ日本の場合僕ちょっと気になることがあってですね、そのギフティッド教育っていうときにその分野が偏ってる気がするんですね。 で、ギフティッドとは何かっていうと、これいろんな分野があるわけで、もちろん、日本の場合なんか、どちらかというと数理系に偏ってる気がするんですけど、もちろん数理系大事です。あの、アインシュタインもそこにいますけども、あの、数学ができるとかね、物理ができるっていうのは素晴らしいことだと思うんですけど、あるいはプログラミングができるとか。ただ、これって軽量化がしやすいんですよね。数学の場合ってやっぱり厳密な体系性があるんで、数学のここぐらいまでの概念が分かってるとか、えっと、これぐらいのことができるってことが軽量化しやすいんですけども、本来ギフティッドってのは、いろんな分野であり得るわけですね。 ところがその芸術例えば音楽とか絵とかねそういうことってえっ、ー、とまあ何ていうかいう軽量化しにくいわけですよねですのであのそのギフティド教育の人ってのはほにあのなんか日本の場合にはなんかなんか 軽量化しやすい数学とか物理に偏っているところが僕は問題だと思っています。なので、え、その、えっ、ー、と、日本の場合、その特に僕は脳科学やってて特に感じるんですけど、その我が子がギフティだってことを喜ぶお母様方がいらっしゃる。それはもうそれで気持ちとしてはわかるんですよ。で、その、えっ、ー、と、その、で、特にその、まあ、数学とか物理の 得意なタイプのお子さんって、コミュニケーションが非典型なことが多くて、それで苦労されてることが多いんで、で、そこで、うちの子はちょっと人との付き合い難しいんだけども、数学とか物理ができるから、あの、そこを伸ばしていきたいって、そう思われることは本当に素晴らしいことだと思うんですけども。ただ一方でですね、やっぱり、その、えっと、その分野だけじゃないんですよね、ギフティって。で、これ、あの、面白いのはそのマッカーサーフェローシップっていうのがですね、アメリカであって、あの、これ、あの、 えーまあ、天才奨学金とも言われてるんですけどマッカーサーフェローシップにな選ばれた人のリストっていうのが毎年、えー、まあ ネット上で公開されて、これいきなり電話かかってくるらしいんですね。あなた、マッカーサーフェロシップに選られましたって言って。で、これがあなたに私たちからする最後の、えー、明日、えっ、ー、と、1億円だったからなんか振り込みますと。で、これが私たちがの最後の連絡ですと。伊藤浄一さんがね、マッカーサーフェロシップの、えー、審議員をやってらしたんで、その、まあ、伊藤浄一から聞いたんですけど、えっ、ー、と、それがもうそういう形でそのいろんな分野の、 才能がある人を選んで、マッカサフェロシップをあげるんですけども、ただその時に、その分野はものすごく多様なんですね。それこそ数学的なことやってる人もいますけれども、多分陶芸やってる人とか、演劇やってる人もいるし、 あの、社会的な企業をやってる方もいらっしゃるし、だから本来人間の脳の能力ってのは多様なんだけど、日本のいわゆるギフティットってのは、まあ日本人ってもともと偏差値教育とか好きで、軽量化できるもの、まあ英語でも遠い句の点数とか好きじゃないですか、軽量化できるものに、えー、まあ、注目してそれを伸ばすとか、それで人を判断するって傾向が強いんですけど、でもそうなっちゃうと、本来ギフティっての、えー、もまあ、 アプローチが持ってるので、非典型的なもの、非典型的な能力ってことをいかに、え評価するかってことだと思うんですけど、非典型が単にその、軽量できるものに限られていってしまうと。だから僕は日本のギフティッド教育大いに結構なんですけど、やっぱりそれが分野が偏ってしまうと、やっぱりこれは、まあちょっと本末転倒ってことになってしまうんで、ぜひ、もしギフティッド教育って言うんだったらば、音楽とか絵とかそういうことも含めたね社会的な企業ってことも含めた、本当に広い、 えー、本当に広い分野における目利きが必要になってるんですね。これが日本の社会に欠けてると。要するに、軽量ができないもの。まあ、例えば偏差値だとかね、数学とか、数学は軽量化しやすいですから、そうじゃないもので、才能がある人も、えー、見つけることができる、マッカーサー、奨学金みたいなものの、えー、が日本にもしできるとするならば、僕はそれは非常に大いに結構なことだなと。 思うんですけど、今の場合だとギフティド教育は狭くなってしまう。え、それは僕は大いに懸念するところでございます。ただ、非典型的なお子さんを応援するってことについては大いに賛成で、僕はそれは大いにどん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 やっていった方がいいと思っています。そしてこの動画を見てらっしゃるお母様方、そういうことなんで、あの、もしね、我が子はギフティッドだじゃないかと思ってらっしゃる方がいらっしゃったら、それはね、必ずしもだから数学とか物理に限らない。いろんな分野で才能があるってことはあると思うんで、ぜひ、 いろんなこと、ダンスとか音楽とかを含め、ゲームなんかも含め、いろんなことで、えー、非典型的な個性を伸ばすってことの大切さを、えー、重視していただきたいなと。もしよかったら、マッカーサー奨学金について、マッカーサーフェローシップについてですね、ちょっと調べてごらんになるといいのかなと思ったりもいたします。